まだですか？それよりね、プロ野球すごいね。阪神首位、そしてオリックスも首位。これはもう今後また楽しみやね。これ確かに、盛り上がってんもんな、はあ、若手がねいい活躍してんのよ。若手がもうすごく盛り上げてんのね。若手の時代に来てますよ。はい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 、まあ、世代交代っちゅうやつよね。そう、うん、世代交代何世代交代。あ、だいたい176センチぐらいかな。背だいたいこれぐらい。世代交代無理やり、はあ、世代交代。何何何、うちの店乗っ取ろうとしてるのかい？そうです。ああそう。ほんであなたにね、このコーヒーの味が出せるんですか？これを飲んだらまあ諦めもつくでしょ。飲んでみたらわかります。早くちょうだい、飲みたいの。はい、どう、あ、あ、あれ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 、あ、あ、あ、冷める、自分で飲んでそんなにすんの。うまいね。確かにあの阪神の、ね、活躍ってすごくて、佐藤輝明さん、ね、うちにもスーパーな輝明さんがいますよ。おいくぼ輝明さんです。いやちょっと佐藤選手に比べたらちょっと映さないでください、こんにちは。すみません、やめです。今日も活躍してください。いやいや、でもね、マスターのお店世代交代じゃなくて、はい、2人でやったらいいんじゃないかなと思ったんですよね。共同経営、ね、のぞみちゃんで一人でやればいいのに。本当ですね、仲良くしてね。そうさて、今日の滋賀経済ナウビズラボでは、車や機械の部品の中でもひときわ大きな負荷がかかるところはどこでしょう？そう、シャフトですよね。この金属部品を特殊な工法で製造している株式会社宮島をご紹介します。カフェでは世代交代の話をしてましたけれども、この株式会社宮島も社長がバトンタッチするそうで、その思いについても聞いています。はい、はい、そしてビズログでは持続可能な開発目標 SDGs ですね、こちら日本のさまざまな企業は積極的に捉えているのか、あるいはそうでないのか、 SDGs に関する企業の意識調査をご紹介します。ではお知らせを挟んでビズラボからお届けしましょう。鉄などの材料を加熱し、特殊なハンマーで1500トンの力を加えます。油圧プレスでは2000トンの力を加えます。これらアプセット鍛造と呼ばれる特殊工法を専門として、車両や様々な機械部品のシャフトを製造している会社が多賀町にあります。株式会社宮島です。創業は昭和4年、現社長宮島誠一郎さんの祖父宮島源次さんが鍛冶屋仕事を求めて彦根に出てきたことがきっかけです。祖父の兄がその近江建設という彦根で大きな繊維会社あったんですけど、そこの関係にいまして、それでその兄が、まあ、お前こういうその手先いろいろものづくりが好きなら、彦根にはバルブ屋さんがたくさんあって、そういう鍛冶屋仕事あるから、何かお役に溶接とか、あとはすきくわ作るとかですね、そういう野鍛冶の仕事でも何でもあるから一回やってみたらどうだ言うて、確か6畳一間ぐらいの土間から始めたというふうに聞いてます。宮島を飛躍的に成長させたのが宮島式電棒鍛造方式。昭和29年に特許を取得した鍛造工法で、株式会社宮島を支えるコア技術です。で、一般的に鍛造ですと
まあ、どうしても一つの製品に対しまして、まあ、専用の金型っていうものが必要になるんですけども、まあ、宮島弁防鍛造装置では汎用の金型を組み合わせて、まあ、言ってしまえば無限大な組み合わせで、まあ、いろいろな製品を鍛造できるというところで、小ロットのものに対して金型を作らなくても金型を使った鍛造ができるという、まあ、これが強みで、小さいものから大きいものまで、まあ、シャフトの部品を汎用の金型で鍛造できる、そこが、まあ、強みかなと思っています。普通の人では考えつかない発想で、まあ、金型をうまく組み合わせられるような、まあ、方式というか装置っていうのを考えられたところがすごいなと。昭和29年から今にわたって、まあ、それを、まあ、応用とか改善はしていってますけども、まあ、未だにそれをベースとしてさせていただいているのはすごいことだなと思います。宮島の主力製品であるシャフト、車両や機械の部品の中でもひときわ大きな負荷がかかるため、高い品質と耐久性が求められます。しかし平成7年、大手建設機械メーカーの仕事で問題が発生します。それは海外にも輸出されていたブルドーザーのシャフトが折れるという重大な事故でした。まあ、その時にいわゆる賠償問題とかですね、折れたのは何本かなんですけども、すでに世界中にそのブルドーザーがもう出荷されてしまっていたので、それをどうやって止めるかとか、そういう大変な事態になったんですね。でその時にもう一切、嘘は言わんとこうと、もう全てその包み隠さず、やろうということを体制で臨みましたら、その大手建設機械メーカーの品質保証の人がですね、お前もまだ若い盛りにわしが全部教えたると、品質管理のイロハを全部叩き込んでやるから、全部わしの言う通りやれということで教えていただきましてね。でそれがその後の宮島にもう大変役に立った。2000年にはISO の取得、当時まだ、うちは18人の会社やったんですけども、その規模で ISO を取得するっていうのはほとんど少なかったんですけども、それを取得することができて、もう今につながっているという、まあ、大変大きな品質事故だったんですけども、今となってはあれがあったおかげで今があるというふうに感謝してます。製品の品質と合わせて会社の命と宮島社長が位置づけているのが安全です。宮島では毎日の安全パトロール、月1回の安全会議を実施することで社員の安全に対する意識を高めています。私どもの会社は鍛造といいまして、先ほど言いましたように鋼を1100度、1200度真っ赤に焼いて、そこに数百トン、数千トンという大きな力をかけて成形する工法ですので、一歩間違えたら大事故になるんです。やけどをしたり、あと挟んだらもうとんでもないことになるというですね、重大災害になるということで、うるさいぐらい、嫌がれるぐらい、なぜそうなったんや、どうしたらこれからそれを防げるのか。今回はたまたま怪我しなかったけども、たまたまここに落ちたから怪我しなかっただけで、ここに落ちとったら大怪我しとるじゃないかということで、ほじゃあ何が次から注意せよじゃなくて、同じことが起こらないように根本を、根っこを絶やそうということを、本当に私だけじゃなくて全員で考えるようにして、で、一日も油断はできませんけど、まもなく、8月の2日でですね、無災害3000日というのは達成できるんですけども、もうこれは達成できても一日一日、持って言ったら1秒1秒の積み重ねで、常に社員全員で安全を第一でいこうというふうに心がけております。現在宮島の社員平均年齢は38歳、若手、中堅、
ベテランのバランスがうまくかみ合い、仕事にも好影響をもたらしています。僕の仕事は単造で使う金型を作ってるんですけど、まあ大変ですね。寸法間違いとかがやっぱしたら製品にも関わってくるんで、なんで、まあ、確認作業の多い現場です。真っ赤に焼けた製品を扱うのが迫力を受けて、ぜひこんなところで仕事をしてみたいなという印象だったんですけども、ずっとやっているとやはり暑かったりですとか危険を伴うので、安全第一で、怪我をしないようにということで慎重にやるようになっています。うちの仕事物が、使われているところがたくさんあって、そこの中で電車の部品とかあるんですけど、それを作ってる工場に1回見学に行かさせていただいて、実際どこに使われてるかとか、あとやっぱり電車を見るたびにあそこに使われてるんやなっていうのを見て、ちょっとすごくやりがいに感じてます。やっぱりものづくりとしてこの製品一個一個作ったやつが、いろんな部品になって、それがまず僕らの役に立ってるということが結構誇らしく思います。やっぱり若手の育成だとか、まあ、どうしたらこの、ね、数を上げられるようになるなとか、まあ、上手にこの作業者の方が楽に、安全に作業できるように考えていくと、今まあそれに注力してやってって、まあ、若手がね、ちょっと難しい仕事ができるようになったとか、まあ、そういうのを見ているので、まあ、自分は充実感を今得られてるかなと思っています。宮島は豊かな自然に囲まれた素晴らしい環境の中にあります。この土地で事業を継続していきながら地域貢献も果たしていくことを目的に、令和2年2月に立ち上げたのが農業法人宮島ファームです。地元でも農業をされる方がどんどん減っていくばっかりなんですね。でこれはいかんなと思って、で、一昨年の2月に宮島ファームという農業法人を立ち上げまして、で、今年から自分でも、たまたま私どもの製造部長が親からの代の田んぼと奥さんの実家の田んぼと長年やっててくれて、もうベテランですので、で彼にいろいろ教えてもらって助けてもらいながら、私も一緒にトラクター乗ったり、この間も田植えしたりですね、やってます。もうむちゃくちゃお金いるし、むちゃくちゃ大変なんですけど、もう始めた以上はですね、美味しいお米を頑張って作ろうかなと思ってます。平成14年の就任以来19年もの間、株式会社宮島の第3代社長としてその責務を果たしてきた宮島誠一郎社長は、今年令和3年の10月をもって退任し、10歳年下の弟宮島俊介常務にその座を譲り渡します。私自分自身が社長になった時に、ある方から社長の一番の仕事はもちろん業績上げることはもちろんなんだけど、バトンタッチが一番大きな仕事だぞということを教わって、バトンを渡す側の状態じゃなくて、バトンを受ける側の状態で考えるのが一番いいんじゃないかなと。私が70になって弟に60で頼むって、これは殺生だろうなと。でもしバトンを渡すなら今だろうと。やっぱりこう中小企業っていうのはなかなかその支える人っていうのはいなくて、でやっぱりこう親族の結束というんですかね、そういうのがまあいいんじゃないかと。で、まあ、まして私と兄は10個も離れてますので、まあ、兄弟経営というのは難しいと言われてますけど、まあ、全然タイプも違いますし、まあ、いけるんじゃないかというようなことですね。あとは、まあ、私のおじいちゃんが創業してくれたこの会社ですけども、まあ、必ずそのシャフトの鍛造と言われますけど、なくなることはないと思ってるんですね。まあ、自動車とかが、まあ、ハイブリッド化とかして、どんどんエンジンがなくなるとかなる場合もあるかもしれませんけど、やっぱ回転するということがどっかにあると思いますので、それを、まあ、一
ひたすらこう全世界探しまくれば必ず活路は見出せるんじゃないかというふうに思っております。バトンタッチは社長の一番大きな仕事とおっしゃってましたが、確かにそうかもしれないですね。はい、今ですね、企業にとって持続可能性ってとっても大きなテーマ、重要なテーマなんですよね。はい、ほとんどの企業というのは社長ご自身を中心にしてですね、会社を回っているような感じなんですね。はい、これ実は1台で途切れる可能性もあるんです。はい、ところが会社を中心に考えるとですね、はい、会社をずっと永続的なですね、駅伝のようにタスキをつないでいかなくちゃいけないんですね。はい、社長というのはその役割を担う方、うん、でそれをですね、ちゃんと分かっているからこそお若い方にですね、バトンタッチをちゃんとできると、そういった宮島さんの計画性というのは非常に優れているなと思いました。そうですね、送り手じゃなくって受け手のことを考えると、少しでも若い柔軟な時の方がいいのかもしれないですね。まさに鉄は熱いうちに打てかもしれません。以上、ビズラボでした。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの森久保さんに分かりやすく教えてもらいます。さて今回は、はい、今回ご紹介するのは SDGs に関する企業の意識調査というものなんですね。はい、はい、こちらなんですけれども、SDGs というテーマ自体は、過去番組で何度も取り上げていると思いますけれども、改めてご紹介しますね。簡単にお願いします。はい、SDGs はですね、2015年9月に開催された国連のサミット、こちらで加盟国の全会一致で採択されたものなんですね。はい、これは持続可能な開発のための2030アジェンダというものがあって、はい、その中に書かれているものなんですが、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標とされているものなんです。で、ご覧のように17の目標と169のターゲットというもので内容が構成されているんですね。はい、この SDGs に関連して今回はですね、その SDGs に企業が積極的なのか、それともそうでないのかということも見ていきたいと思うんですけれども、はい、南さん、この SDGs に関するですね、詳細なデータというものが出されているんですよね。そうなんです。帝国データバンクが今年の6月に実施しました調査結果がこちらです。ご覧のような割合になっているんですが、 SDGs に積極的な企業は2020年 24.4% だったんですが、1年後の2021年は 39.7% に増加しました。嬉しいですよね。はい、で反対にSDGs に取り組んでいない企業なんですが、減っていますよ、よかったねと言いたかったんですが、結果はこちらです。2020年 47.7% が2021年には 50.5% になってるんです。ですよね。これどういったことですか。そうですね、これだけ見るとそうですね、両極端なように見えますけれども、こちらですね、まず上の方、積極的な企業というのは大企業が多いんですね。SDGs に積極的に取り組んでいるこちら大企業は 55.1%、5割を超えている割合で積極的に取り組んでいると、で一方でですね、下半分、取り組んでいない企業の方はやはり中小企業に多いようでしてですね、 53.2% が SDGs に取り組んでいないと見られているんですね。中小企業の場合は目標が壮大すぎてなかなか取り組めないといった意見もあるようなんですけれども、私はですね、これに加えましてね、かつてっていうのは前回の調査段階ではそもそも SDGs 自体を知らなかったという企業が中小企業特に多かったようなんですけれども、認知されてきている証拠なんです。これ、後戻りしているわけじゃないんですね。はい、積極的に認知はされているんですけれども、じゃあ取り組み方が次のステップ分かりにくいねと考えている企業が多いので、これ改善しようによってはですね、この上の方に行く段階の一歩手前のところに来ているとは思います。なるほど。少しずつでもね、進めていかないと前に進まないですけれどもね。はい、調査結果をもう一つご紹介します。 SDGs17 の目標において現在力を入れている項目は何ですかと尋ねました。このような回答です。1かな7かな12かなと思ったら、最も多かったのは目標の8つ目に掲げている働きがいも経済成長もです。これが 32%、確かにこれは分かりやすいかもしれないですね。そうですね、この目標8というのは例えば賃金の格差ですとか、はい、そういったものを表しているんですね。それから生産性の向上、こういったことにも関係しますから、企業にとっては取り組みやすいワードの一つですね。
で、その次に多かったのがエネルギーをみんなに、そしてクリーンにです。これが 22.3%、 そして作る責任、使う責任が 20.9% と続きますね。はい、環境ですとか食品廃棄をなくしましょう。これはですね、今の私たちにとっても大きなテーマ、皆さんもご存知ですし、はい、やらなくちゃいけないなと思っている方が多いでしょうから、これはまた企業にとっても取り組みやすいですよね。はいはい、そして中小企業を中心になんですけれども、SDGs 自体は取り組むことによってメリットというのは非常に大きいんですよ。はい、やっぱりお客さんですとか消費者というのは SDGs 積極的に取り組んでますね。非常にですね、知名度、人気ともにですね、イメージアップにつながりやすいというところです。それから企業にとっても実は知らないようで SDGs に関する取り組みってやってるもんなんですね、案外。自然にね。はい、ですからそれをですね、教える役割というのは地域の金融機関だったり公的機関というのが後押ししてですね、あなたの中小企業のやってる取り組みというのは SDGs に関係してますというふうにはっきり後押ししてあげる取り組みというのは必要なんでしょうね。そうですね。この滋賀県の滋賀銀行もね、後押ししてますよね。そういうことです。はい。SDGs は企業だけの問題ではありません。私たちの地球を守るためにも一人一人がしっかり考えていかねばならないことです。まあ大人だけじゃなくって、原先生、子どもにもできることってきっとあるはずですよね。例えば海の豊かさを守るためにゴミを捨てないとかね。はい。今夏休みですから親子で考えてみてはどうでしょうか。以上、ビズログでした。続いてインフォメーションです。滋賀銀行など4行は株式会社 GS ユアサコーポレーションと CO2 排出量削減を条件とするサステナビリティリンクローンの融資契約を7月19日に締結しました。サステナビリティリンクローンは借り手が SDGs やESG に関連する事業挑戦目標を設定し、その達成度に貸付条件が連動する仕組みの融資商品です。今回の融資額は70億円、期間は5年です。 GS ユアサは2025年度までに CO2 排出量18年度比 15% 削減をサステナビリティパフォーマンス目標とし、目標達成時に受ける金利メリットを京都市民環境ファンドに寄付するとしました。現在までに滋賀銀行が実行したサステナビリティリンクローンは10件となり、 GS ユアサとの締結は8件目になります。 GS ユアサコーポレーションさんの今回の取り組みを参考にされてですね、上場企業のみならず中堅中小企業にまで ESG 金融の輪が広がっていけばいいなと考えておりますし、それを広げることが滋賀銀行地域金融機関の使命だと捉えています。今回は熱い鉄を鍛造する株式会社宮島をご紹介しましたが、まあ今年の夏はとにかく暑いです。本当に暑い。梅雨明けが早かったこともあってですかね、余計にそう感じるかもしれませんけど、私暑いの大好きなんで、全然もう苦にならないですね。なんでなんで。もう夏大好き。あら、あ、汗かいて、新陳代謝いいのかな。あ、いいと思うんですよ。いいじゃないですか。皆さんの暑さ対策って何かしてますか。はい、朝一番にね、体操するんですよ。あ、それはいいかも。ピヨピヨ体操に。ラジオ体操がどう体操にならない。この動きしかない。ここしかしないんですよね。ちょっと同意した僕がバカでしたね。本当に一番いい暑さ対策がありますよ。何ですか。それはもうマスターの寒い寒いギャグを聞きに来たらもう一瞬で足も引きますよ。そうか、怪談話みたいなね。こんな寒いんだから。いや、暑さっていうか夏バテがダメですからね。はい、やっぱりビタミン B1 ですよ。うなぎ食べて、豚肉食べて、うわ、いや、それがいいんじゃないですか。 あとね、はい、暑さってこう風鈴の音色じゃありませんか。マスターと違って素敵なこと言う。全然違いますね、言うことね。日本人はそういうことを楽しめますからね。そう、四季がありますからね。そうです、夏は。8月7日、今日は立秋ですよ。今日から暦の上では秋なんです。鈴風至るなんていう言葉もありますでしょ。はい、
ちょっとした時間にこの秋を感じることがこれから多くなりますから、もう少し頑張っていきたいですね。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。